ポイントがねあるんですよ。必ず描写しなきゃいけないポイントっていうのがあるんで、そこを意識してください。それでおしまい。1コマ目は全然考える必要はなりません。自分の経験とか自分の好みだけで答えてない。ハローだよ、始まりました。マキオチャンネルです。今回はですね、英検2級の二次面接ですね、の対策をしていきたいかなと思います。結構やっぱ不安を持ってるって人多いと思うんですけども、ね、やっぱコツをね、知らないで受けに行く人が多すぎるんですね。点の取り方を分からずに受けたって意味がないというか、それダメなんですよ。なんでみんなですね、ちゃんと対策しないで行くのかっていうのが信じられないんですけど、なのできちんとですね、その対策を教えたいと思いますね。もう流れですね、まあ、トントントンみたいなですね、このノックスですね、名愛紙とかですね、どうでもいいですこんなの普通に入っていけばいいです。ハローみたいな感じですね、にこやかに入っていけば構いません。それでここでカードを渡すわけですね、May I have your card please みたいな感じでカードくださいって言われるんで、そこでカードを渡せば OK です。 Please have a seat とかですね、この席座ってくださいって言われるまで一生懸命こう立ってる人いたりするらしいですけど、関係ないですから、もうさっさと座っちゃえばいいですそんなんね。でその後に、My name is なんとかかんとかって言われてですね、で May I have your name please ってお名前なんですかみたいなのが来ますね。 This is the grade 2 test OK みたいな形ね、これ2級のテストですけどいいですかみたいな形で確認されます。でそこでまあ OK って言えばいいだけです。はい、How are you だけ聞かれますから、どうせそれしか聞かれません。 I'm fine とかって答えれば構いません。 I'm nervous でもいいですけど、全部採点されません、ここは。だからどうでもいいんです。HCBT だと、いろんな質問がされますけど、そうですね、全然気にしなくていいです。で、Let's begin the test. Here's your card. っていうふうにカードが渡されて、ここからがスタートですから、でここまではどうでもいいんです。はい、この Here's your card. っていうふうに、カードを渡されてからがいよいよ勝負です。じゃあ、一体どういうふうにやっていくのかですね。まず最初は音読問題です。Please read the passage silently for 20 seconds. って感じで、黙読ですね、20秒間あるんですね。まあ、ここでね、いきなり声出しちゃう人とか結構いるらしいですけども、ちゃんと黙読するんです。いよいよ音読するときは、Please read it aloud という形で、はい、音読してくださいって言われますので、そこで読み始めます。で、音読問題で20秒間、ね、読む時間が与えられるんですけど、何を準備するかっていうのが大事なんですけど、やっぱり、ね、多くの人はね、発音ばっかり気にするんですよ。ね、この単語が読めないとか、この単語難しそうだなとかって、そういうとこばっかり気にするんですけど、そこじゃないんですよ、本当は。英検がチェックしてほしいのは、あなたがきちんとその意味を分かってるかっていうのをチェックしてるんです、あれね。書いてある文章の、ね、意味があなたは分かっていますか？で、文章の意味が分かると、ここで区切れるっていうのが分かるんですよ。そう。意味のね、区切りっていうのは、文の意味が分かって初めて分かるんですよ。みんなただカンマがあるから区切るとかですね、文法的なことばっかり考えるんですけど、あれ意味って塊を作ってて、英語のその意味の塊が分かってるかっていう試験なので、そこをチェックします。だから入試にこれから使われるようになったら、ここが厳しくチェックされると自分は踏んでます。まだ分かんないですけどね、多分こういうのあんまり意識してない、採点官が多いと思うんですよ。ただただ発音チェックしてるとかイントネーションチェックしてるとかなんですけど、本当は意味が分かって読んでる人と意味が分かってないで読んでる人って全然違うんですよ、音読が。だからこれから厳しくなったらそこをチェックしてくると思いますよ。今結構適当なんじゃないかなって思ってますけど。で、いよいよですね、クエスチョンが出てくるわけですね。One, according to the passage って言って、質問が呼ばれます。大体ね、How とか Why のことが多いって言われますけど、まあそれ以外も実は出てきているとは言われていますが、その時に気をつけなければいけないのは、この一文で答えを絶対に出そうとしないでください。必ず前に書いてある答えのヒント、あ、ここが答えのヒントかなっていうのを書いてある、それの前の文と照らし合わせてください。ここ過去問見てくださいね。過去問見たら必ず文を照らし合わせて答えを出すんだっていうのがわかるはずです、ね。で、これを過去問できちんと練習してください。まあ、How と Why が大体出てきますけど、その時でも必ず2文を照らし合わせて答えを出すっていう風にできていますから、これを分かっていってください。で、多くの人が2文照らし合わせないので、だからちゃんとした答えを出せない、ね、非常に低い点になってしまうところなので、ぜひぜひこれを知っておいてください。なんかね、ハウが出てきたらバイプラス ING で答えるとか、そういうとこばっかり覚えてちゃダメです。照らし合わせるっていうのをきちんと分かって過去問をやってください。はい。
続いて、ですね、まあ、苦手な人が多い漫画の描写ですよね、これも嫌いな人がすごく多いとは思うんですけども、あのやり方もきちんと知っておかないといけません。でポイントがねあるんですよ。必ず描写しなきゃいけないポイントっていうのがあるので、そこを意識してください。なんかね書いてあること何でもかんでも描写しようかなとかって思っちゃうんですが、それは無駄です。必ず点になるとこだけやってください。だから一コマ目だったら、ね、全体の描写っていうのはもう書いてありますから、そうカードに書いてあるんですよ、ね、だからそんなの考えなくていいんですよ。あなたが言えばいいのは誰々さんが誰々さんにこう言いましたって言えばそれで終わりです、それでおしまい。1コマ目は全然考える必要はなりません。で2コマ目に行ったら必ず2つあるんで、ポイントが描写するポイントがだそれぞれ2つの動作があって、2つの動作を描写する、描写する、もしくは1人の人の動作、もう1人の人の考え、思っていることですね。のパターンとしては誰かがいてもう1人の人が言っているですね。あんまり喋っているが少なくなりましたけどね、はい、なんでこのパターンで3コマ目も同じです。必ず誰かが何かやっててで、2人目が何かしてる、ね、もしくは誰かがやってて、何か思っている、誰かがやってて何かと言っているですね。でここで、まあ、ほとんどの場合は1コマ目には言うが出てくるの表現の仕方を知らなきゃいけません。2コマ目3コマ目に思っているっていうのがすごくよく出てくるので、そこのやり方を知らなきゃいけません。そして絶対に忘れてはいけないのは、必ず過去形で答えてください。原形とか現在形で喋っちゃダメですよ、うん、動作を過去進行形で描写する、ここを忘れないでください、絶対にこれができるようにならないといけません。ここからオート問題ですね。 No.3 っていうのはですね、What do you think about that? っていうふうに聞かれます。こうこうこうですけどそれについてどう思いますかっていうふうに聞かれるやつですね。で I agree とか I disagree っていうふうに答えればいいんですけど、その後ろに必ず2分言ってください。これが大事です。No って言って Why とか Why not とかですね、Please tell me more みたいな形で述べることになる。とにかく Yes の後に2分言ってください。理由を2つ言うか、理由を1個言って具体例を挙げるみたいな形で、必ず2分言うっていうのを心がけてください。まあ浮かばなかったらまあ1分だけでもとにかく言うっていうのが大事です。とにかく言おうとするってことが大事になります。で、自分の経験とか自分の好みだけで答えちゃダメです。ただペットを飼う人はこれから増えると思いますかっていうのが聞かれたとして、わあ私はペットが嫌いですとかですね、犬に噛まれたことありますみたいな自分のことだけ答えちゃダメです。だ気をつけてください。これやってしまうと全然点になりませんので、必ず一般論で答えるっていうのが大事です。ペットの人気がますます日本で増えていますとかっていう、そういったこと、まあ嘘でもいいですよ。嘘でもいいけど、そういった情報を言うとかっていうのに気をつけてください。っていうのは聞き取れなきゃいけないんですよ。ね。だからリスニング力が大切です。単語力が大事です。リスニングできないと、ほとんどの人がやっぱね、受けてきた人に聞くと、なんて言ってたか分かんない。試験官がなんて言ってたか分かりませんっていうやつですね。特に試験官の英語力が高くてですね、なんか英語がすごい上手い人だと発音が良すぎて、なんつってるか分かんない、ね。こうやって言うのがすごく返ってくるんですけど、それじゃダメですね。元も子もないでしょ。そんな、上手いに越したことないのに。うん、なんで、そういった形できちんとですね、答えられるようにしていくっていうのが大切です。で、最後に、態度点なんですよ。ね、これが、とっても大事なんですけど、態度点っていうのを、コミュニケーションを取ろうとするっていうのを示してください。これが大事です。とにかくね、一番ダメなのが無言。無言になってるっていうのが一番態度点が悪いです。はい。で、それダメ。さらには、ね、もうこんな、本当やる気がない。こういうのもダメです。だからとにかく、コミュニケーションを取ろうとする、何か言おうとするっていうのが大事ですので、これを心がけて必ずやってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、あとは聞き直しは1回まで OK ですからですね、いわゆる Can you say that again? とかですね、Sorry? とかですね、One more time だけでもいいですけど、聞き直すことはできます、はい、で、1回聞き直しだけだったら全然構いませんので、だから無言になるのがまずいわけだから、 One time please でもいいし、 Sorry とかですね、 Can you say that again とかですね、そういう表現は使えるようにしておくことをお勧めします。2回以上ですね、聞き直したらそれ減点されてしまいますので、そこは注意してください。どうしても分かんなくても Sorry I don't know とかですね、それでやればいいわけです。で、あとは日本語ね、使わないようにしてください。とかとか、分かんないなとかですね、もうそれ言っただけで減点されちゃいますから、その癖がある人ですね、必ずそこを直してください。This is the end of the test. May I have the car back, please? っていうね、カードを
返します。でそれで、終わりです。でもうそれでバイバイってですね、帰ればおしまいになります。はい、こんな形でですね、英検2級ぜひ受ける方、ぜひぜひ頑張ってください。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.